今回は売上原価の決算整理2の論点について学習していきたいと思います。まず前回の復習で収益と費用の定義を確認しておきますと、収益というのは当期の稼ぎで、費用というのは収益を得るためにかかったコストのことです。つまり費用は当期の稼ぎを得るためにかかったコストのことなんです。言い換えれば、前期や翌期の稼ぎを得るためにかかったコストは、損益計算書に載せるべき費用ではありませんから、決算では、決算整理前残高試算表、前 TV の費用の金額を、当期の稼ぎを得るためにかかったコストに修正する必要があるんです。ですから、例えば設立1期目の企業において、前 TV の仕入れ勘定の残高が10万円で、期末商品棚卸高、要は売れ残った商品の仕入れ値が5000円であった場合、この5000円は費用として計上することができませんから、仕入れ勘定の残高から減らさなければいけません。つまり、仕入れ勘定の貸し方を5000円増やしたいので、仕分けの貸し方は仕入れ5000円となります。同時に、この5000円は企業が抱えている商品在庫ということで、資産として貸借対照表に載せるべき金額でもあります。商品在庫を表す資産の勘定科目は、繰越商品ですから、繰越商品勘定の借り方を5000円とするために、仕分けの借り方は繰越商品5000円となります。さて、以上が前回学習した話で、前回は設立1期目の企業を前提としていましたが、設立2期目以降になると別の問題が生じます。具体的には画面に書いてある通りなんですけれども、言葉で説明してもイメージしづらいですから、タイムテーブルを使って説明したいと思います。例えばここに、設立2期目の企業があったとします。この企業は前期末に先ほど復習したような決算整理仕分けを行いますから、決算整理後の勘定の残高は、繰越商品勘定は期末商品棚卸高に、仕入れ勘定は売上原価になります。そうすると、当期の期首の勘定の残高はどうなるのかと言いますと、繰越商品勘定は資産の勘定ですから、前期末の残高が同じだけ当期首に繰り越されます。したがって、当期首の繰越商品勘定の残高は、前期末の商品棚卸高に等しくなります。また、仕入れ勘定は費用の勘定ですから、前期末の残高は繰り越されずにリセットされてゼロになります。これを踏まえて、当期末の前 TV、決算整理前の残高はどうなるかを考えてみたいと思います。まず、繰越商品勘定ですが、期中に仕入れや売上などの商品の移動があった場合でも、繰越商品を使った仕分けはしません。なので、繰越商品勘定の残高は期首から変動しませんから、期末の繰越商品勘定の残高は、期首商品棚卸高になっています。また、仕入れ勘定の残高は、前回学習したように、当期の仕入れ高になっています。したがって、設立2期目以降の決算整理においては、仕入れ勘定の残高を売上原価に修正するのに加えて、繰越商品勘定の残高を期末商品棚卸高に修正する必要があるわけです。そこで続いては、具体的にどのように修正するかを説明したいと思います。まず、繰越商品勘定の残高を期首の棚卸高から期末の棚卸高に修正するためには、期首の棚卸高から期首の棚卸高を引いて、一旦残高をゼロにしてから、
期末の棚卸高を足せばいいんです。ゼロにしてから希望の金額を足すだけですから、これはそんなに難しくないと思いますが、次の仕入れ勘定の残高を当期の仕入れ高から売上原価に修正する方法は、簡単なクイズを使って理解していただきたいと思います。例えば、飴が2つあるところに5つの飴を買ってきたとします。その後、いくつか飴を食べた後、残りを調べると飴は3つ残っていました。さて、食べた飴はいくつでしょうか？答えは4個で、不注意がない限りは正解されたと思いますが、さて、この答えはどのように計算しましたか？おそらくは2たす5引く3と計算されたのではないかと思います。で、これは何が言いたかったのかと言いますと、食べた飴の数、要はなくなったものの数を数えるためには、もともとあった数と増えた数を足して、残っている数を引けばいいということです。つまり、当期の売上原価、要はなくなったものの仕入れ高を求めるためには、当期の仕入れ高と期首商品棚卸高を足して、期末商品棚卸高を引けばいいということです。これを勘定を使って説明しますと、繰越商品勘定の決算整理前の残高は、期首の棚卸高で、ここから期首棚卸高を引いて、期末棚卸高を加えると、期末商品棚卸高に修正されます。そして、仕入れ勘定の決算整理前の残高は、当期の仕入れ高で、ここに期首商品棚卸高を足して、期末商品棚卸高を引くと、売上原価に修正されます。したがって、これらの勘定にこのように金額を記入するための決算整理仕分けは、まず赤色の部分、期首商品棚卸高を仕入れ勘定の借方と繰越商品勘定の貸方に記入するために、借方仕入れ、貸方繰越商品、金額は期首商品棚卸高となります。同時に緑色の部分、期末商品棚卸高を繰越商品勘定の借方と仕入れ勘定の貸方に記入するために、借方繰越商品、貸方仕入れ、金額は期末商品棚卸高となります。本当は理屈をきちんと理解した方が2級以上の学習をする際に有利なんですけれども、ややこしいですし、仕分けの形はいつも変わりませんから、期首商品棚卸高を使う仕分けをしっくりの仕分け、期末商品棚卸高を使う仕分けをクリシーの仕分けというふうに音で覚える方法もあります。それでは最後に精算表形式の問題を解いて終わりたいと思います。例えば、画面にあるような精算表が資料として与えられて、期末の商品棚卸高が6万円であった場合について考えてみます。まずは、繰越商品勘定の残高と仕入れ勘定の残高に注目してください。繰越商品勘定は借方残高が5万円、仕入れ勘定は借方残高が200万円ですから、はじめに繰越商品勘定の残高をゼロにして、同じ金額分仕入れ勘定の残高を増やします。つまり仕分けは、借方仕入れ5万円、貸方繰越商品5万円となります。さて、これで繰越商品勘定の残高はゼロになったわけですが、貸借対照表に載せたい繰越商品の金額はいくらでしょうか？貸借対照表に載せたい繰越商品の金額は、期末商品棚卸高ですから、答えは6万円です。ですから次に、期末商品棚卸高の6万円を繰越商品勘定に足して、仕入れ勘定から引きますから、仕分けは
借方繰越商品6万円、貸方仕入れ6万円となります。よって、修正記入欄には、5万円を仕入れの業の貸方と繰越商品の業の貸方に、6万円を繰越商品の業の借方と仕入れの業の貸方に記入することになります。そして、繰越商品の業は、貸借対照表欄の借方に6万円、売上の業は、損益計算書欄の貸方に400万円、仕入れの業は、損益計算書欄の借方に199万円と記入すれば完成です。ちなみに、これを先ほど紹介した C クリ、クリシーの考え方で解きますと、まず、C クリ、クリシーの音をもとに、仕分けの形だけ作ります。そして、C クリの仕分けの金額は、機種商品棚卸高、つまり、繰越商品の業の試算表欄の金額ですから5万円。クリシーの仕分けの金額は、期末商品棚卸高の6万円ですから、これをもとに修正記入欄を埋めて、財務諸表の欄を埋めればすぐに完成します。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。